会式、まあ曰く学年の書を礼曰く善に対するものを渡そう、まあ曰く不識礼かなわず随に行またり上人に立って目的九年諸愛諸愛体育の高等に分布す剣道の各和尚十二曰く各年無償大聞けて徳は美を犯すにあらずして金を振るい質は神戸を巡らさずして相を出す寮領として少林に礼座し黙々として奨励を前提する秋起用して月総輪を転じ火仰して戸野兵を垂る上場として絵発自尊に伏す。これより人間薬兵となる。これより人間薬兵となる。四宿婦人。
釈迦可憐、三尺の国願者、その神、明玄にあっては本場投げとなり、また、少林に伝えては御用となる。ある時は、水の町、冬と決して、天根を頓却し、ある時は、水の町、宝剣となって、世界地裁。即今、市民を報じて、世が修理に落採ず。あたかも、文図の鉄行、神に似たり。司会と、いえども、任にあたって、他に修すりがたし。五、万物のルールを、試みに、発生日常せんこと。外国者に、説法こすようね。そんなのあんた人はなんで彼に言うようにってはいけないのか教えてくれ。しくれば自分の思考を手放さないといけない。それではあんたをこのように従うのか。先軸とはそのお前のいっぱいになっているかの水をまず空っぽにするあんた一を発見することだ。ありがとうお父さん。質問があるのだ。動物を殺して肉を食べ続けるとはどういう意味か教えてくれ。万物の生命を断ずることなかれ。仏教の戒律を守らないのになぜ菩薩になるんだ。戒律を守ることが英語になっては意味がないのだ。いただき物を無駄にするのはいただいた人や物を殺し、時間を無駄に過ごせば時間だって殺すことになる。あらゆるモネの知識の持っている人間が菩薩だ。もっとも。戒律はお前が完璧な人間ではないということを教えてくれるだろう。ありがとう。お母さん。おい教えてくれ。お坊主にやりたいことは何だ。自己と結婚する、仏道と結婚する人間だ。自己と仏道と結婚するということは、二回目の学校じゃな。俺には子供が一人や。仏道を修行も忘れたばかりで、子供を愛しながら仏道を修行するのはよくしもたことではないのか。仏道を歩むとは全てがお前の子供にならないといけない。養親と意味だ。そうか、そうか。自分の満足に構うのはやめて、子供を思う気持ちを広げることだ。わかった何か。お母さん。質問だよ。どうしてこんなにうまくいく必要があるのか、教えてくれ。自分で自分の理由を測るべきだ。じゃあ、こんなうまくいくの必要はないのか。わかんない。今、僕にいることが一番大事だ。何ができるのか、お前次第だ。なぜ、あんたたちに3年があるといけないのか。1年目で、あんたたちの役割や仕事を知る。2年目で、仕事の関係をもっと深く理解できる。3年目で、自分の役割に加えて、新人に安泰のことを教えるべきだ。了解。でも、3年で線を理解すると思うな。3年で安泰しに役立ちる人になれるだけだ。線を理解するのは死ぬまで終わらないからだよ。ありがとう。お子さん。質問があるのだ。座禅の意味を教えろ。座禅に意味なんかない。本体心で1800時間を座って、時間を無駄にするだけじゃないのか。意味がないからって無駄になるわけじゃない。お前がお前の時間を無駄にするんだよ。じゃあ、時間を無駄にしない座禅のやり方はあるのか。座禅とはお前が座禅をやってることだ。座禅に座禅をさせる瞬間、座りながら死ぬことができる。死にたくない。生きるということを理解してないからだ。ありがとう。お子様。おい、したいことがある。お前は死ぬまで着圧を生きる覚悟はあるのか。なぜ未来にそんなにこだわる。今ここにいることが着圧だ。今ここを死ぬ覚悟で生きる、それが仏道修行になるというのか。一つ一つの国境も施し、一瞬二瞬は施し、施される。今のものも着圧だ。わかった。ありがとう。お母さん。そうなる。無別は何なのか教えてくれ。ムームーと何なのか。チートーターの境目を作ることではない。自分の体や心、このうちの何よりも重要だと思うことではない。ありがとう。お子さん。
三の宗家だわ、なぜ信仰が大事なのか教えてくれ。信仰の力だろうは薬を釈を関東新日報、そういう力は一体何のためにいるのか。信仰のおかげで心が現実に戻れる。信仰なしでその体さえ今まで生きれない。生きれなければそう言えない。現実なんて存在しない。守る、なぜ守る死を追わなければいけないのか。いい理屈をこねてでも今ここ命の意味を問う。これが理由だ。わかった、ありがとう。お母さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。瓶にして思わさり、身によって取水を汚さんとは、これおそらくは在関天、身をいるるに地なし、こう万度の正体と、耳を前線の記憶に注ぎたまばんこと、ああ残酷。流れてもっと簡易にする
の思考か。次元のは、に執着することなく、寿司の安理を学うべし、これを言うや、四熟夫人。おもしくを、目の前を見た通り、これを言うや、四熟夫人。この場の四熟を、あまりゆく今日、秋の雨は深く深く、また深く、やがて海に流れるだろう。これを言うや四熟夫人。この間の宿業は、人の悟りを売る。水に月の宿るが落とし、月濡れず、水破れず、広き大きなる光にてあれど、百寸の水にも宿る、前月も二点五、草の梅雨にも宿り、一滴の水にも宿る。これを言うや、四熟夫人。この間の宿語か。本日花開いて世界看ばしし。これを言うや、四熟夫人。この間に宿語船には、両ひっさげ、かろしとなさず。銀をあげて、おもしとすべからず。春生に惹かれて、春卓に遊ばず。秋色を見るといえども、さらに秋心なく。心を一景に競い、狩猟を一目に見る。これを言うや、四熟夫人。願わくは孤独毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと修行と皆共に仏道を上善こと。祝杯これにて即礼参拝。
ございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影を撮りたいと思いますので、お願いいたします。